ている19から3そうだ僕の音楽は鳴り止まないI'm not afraid to die.
らせ君のこと気づいたらそういつの日も代わりなんて見つけられない。どんな時も君がいいよ。帰る場所ならここにあるよ。僕がお帰りいてよね。ほらもう一度走り出そう。叶えられるきっときっと。Yeah.
きたくないよ。カラフルな絵の具を準備してここに描こうよ。君と私作る世界ね、ここから始まるよ。新しい世界が流れ出した、そういう夢の世界を見に行こう。ドキドキと時だけが踊り出すね。アリラリラアリラリラリラアリラリラリラアリラ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 
の目で2杯5杯ハッピーはいいみたいで、それが最後の1枚さま、売るものはもうないじゃない、着てる服以外見たことない、では一つで彼は来るでしょう、7時間があってあげるよさま、君の乗る沈没船、深い水の底の幽霊、君はどんな孤独を抱えてどんな朝を迎えるんだろうね、クラゲのため息のカルテ、暖かな光もなくて死んだ魚を抱きしめて、虹色の鱗にキスをして、もしもここにまた帰るなら、君の白いレスポールでさ、聞かせてほしいな下手くそなだ、世界中に響く夢じゃ、いつかとなくちゃ
バーが伝えたいこと。サイバーはポチちゃんがリナちゃんの叶えたい夢を一緒に叶えるよって言ってくれたことがきっかけで、ポチちゃんと二人で始まったグループです。そして限られた時間の中で夢を叶えて解散するユニットというコンセプトのもと、私の夢を一緒に叶えたいと言ってくれた今のサイバーのメンバーが集まりました。このコンセプトがあったからこそ集まれた5人のメンバーで、ここまで一緒にサイバーとして活動をしてくることができました。私たちサイバーは今までずっと自分たちにとって思い入れのある箱、そしてファンの皆さんと約束した夢のステージをワンマンライブの会場として今まで一つ一つ叶えてきました。でも実はまだ一つだけ叶えられていない場所があります。それはこのメンバーで初めて一番最初にファンの皆さんに、いつかここでワンマンをと約束した箱であり、2014年に自分がいつか絶対ビスが立てなかったあの場所へと宣言をしたあの場所です。私たちサイバーは2021年1月10日サイバーなりの横浜アリーナ日本武道館で夢を叶えて解散します。私たちサイバーと今までサイバーに関わってくれたすべてのみんなと、この日サイバーなりの横浜アリーナ日本武道館で最高のエンドロールを迎えることを今日ここでみんなと約束したいと思います。それでは聞いてください。約束。
バカにされ笑わ
足跡は159から3そうだ僕の音楽は鳴り止まない私たち世界を騒がすガチマジアイドルサイバーでした。ありがとうございます。